吉川久夫は日本のアナウンサー。ラジオ東京 TBS で活動していた。1952年4月にラジオ東京へ入社。当初報道部へ配属されたが、1953年2月よりアナウンサーとなる。以来、主にスポーツ実況を担当した。1959年6月25日、日本プロ野球発の展覧試合でラジオ実況を担当。 1963年11月1日、報道局運動部研ニュース部へ移動する。11月9日、ボクシング中継の仕事を永イ寺に着く、途中の電車内で、鶴見事故に遭遇し、現場近くのクリーニング店に駆け込んだ。後に、TBS に第一報を入れ、中継リポートを行った。1964年開催の東京オリンピックでは、開会式をはじめ体操。 重量上げ、水泳などのテレビ実況を担当した。1967年7月に、ラジオ局第一制作部兼テレビ編成局アナウンス部の所属となり、スポーツ担当から離れる。同年11月15日より、ラジオ局第一制作部兼テレビ編成局、放送部兼アナウンサー研修室委員となる。1969年3月に、 ラジオ局放送部兼テレビ編成局、放送部兼アナウンサー研修室の所属となった。1970年7月、ラジオ本部ラジオ営業局営業部へ移動し、アナウンス職から離れた。以後、大阪支社テレビ本部テレビ営業局 CM 部、テレビ営業局ネットワーク業務推進部、JNN ネットワーク協議会事業局を経て、1984年4月に、 テレビ高知へ出向。1986年3月に TBS を定年退職し、2001年7月に死去した。70歳没。突起ない限り、1955年3月まではラジオ番組の未明記。ありがとうございます。